こんにちは。お聴しております。鈴木真一と申します。今回はですね、シャローイング、こちらのテーマに沿ったことをですね、皆さんにご理解いただけるように、そして取り組みやすいように説明させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、では、大事なポイントをお話ししますが、シャローイングっていったところを、理解するにあたって、押さえておきたいポイントっていうのが3つほどありますので、お話しできればと、説明できればと思います。で、まずですね、このシャローイングをするにあたって、絶対にこう知っておかなきゃいけないのは、シャローイングって、メカニズムだったり、一体どういうものをシャローイングっていうのかっていったところを多分知らなきゃいけないと思うんですね。で、このシャローイングってじゃあまず何かっていうと、基本的にゴルフクラブが上がったラインに対して、当然ちょっとこう倒れてくるような、こういったところですね。で、この上がったラインよりも倒れて降りてくることを、ほとんどシャローイングって言ったりするんですけど、でも、これだけじゃなくて、必ず倒れたものが戻るっていう力が働くように倒して戻してくるっていうのが、一連の流れになってくるので、ここをちゃんと理解していただく必要があるかなと思います。シャローイングっていうのがこう倒すっていうことに対して、じゃあこれがじゃあどうメリットにつながるかっていったところもちょっと知らなきゃいけないと思うんですけど、このシャローイングをすることによって、当然、何が起こるかというと、重心管理っていう、キーワードが、ちょっと必要になってくるんですけど、ここはちょっと後で説明するとして、うまくこう重心管理ができている状態 で、ここから実はこうクラブを引っ張ってくると、クラブって実は自然と倒れるんですね。で、多くの方がやってるのは、ゴルフクラブを上げたものを、能動的に自分で倒すだったり、こうやってこう低いところ行きゃいいやとか、こう自分でこういう動きを作っちゃいますね。で、こうやって作ってしまうことによって、実はこうクラブって何にもここから戻るなんていうエネルギーって発生しないわけですよ。で、こうシャローイングのメカニズムというかこうメリットとしてすごくいいのは、倒れたものが戻ろうとする力でこうエネルギーが増幅するので、これが飛距離につながるっていう言い方をしてるわけで、で、そう考えると必ず倒れたものが戻るようにゴルフクラブを扱わなきゃいけなくなってくるっていうことが必要になります。で、そのために必要な動作っていうのがまず重心管理っていったところと、あともう一つはですね、ゴルフクラブを能動的に上げたり下ろしたりじゃなくて、ちょっとこう引っ張るような使い方、もうこの2つがですね、作用するとどうやっても倒れないとか、これを倒すことによってどうやってエネルギーが伝わっているのかもわからないみたいなところが、うまく解決できるんじゃないかなと思います。で、そのあたりをちょっと簡単に説明していきますね。はい、まずこのシャローイングをすることによって、クラブがこう引っ張ってくると今度は戻るんですけど、これはどういう原理で戻ってるかっていう話なんですね。当然ゴルフクラブってこう、一連のこういう流れでこう振り子運動なんですけど、こうやって振ってますと。で、基本的にこうゴルフクラブが上がったラインよりも、当然クラブがこうじゃあ仮にうまく重心管理ができて倒れましたってなると、手が、手というかグリップですね、グリップが通るラインっていうのがあるわけですよ。で、このラインよりもゴルフクラブがずれているっていうことがまず実は一つの条件になってきます。で、このずれが、これは引っ張る動きが入るとですね、この手元のラインに対してこの引っ張る動きがこうやって入ってくると、ゴルフクラブでこう戻ろうとしますね。この分が戻ろうとします。で、この戻ろうとするこのエネルギーっていうのがこう戻る力になるので、これがボールにぶつかってくると、エネルギーが増幅するわけ。まずゴルフクラブって引いて扱うことでこの戻る力っていうのは働くっていう。だからそもそもだから自分で倒したりとか、自分で足をこうしようってやってる時点で、実はこういった倒れたものが戻るっていうようなこの一連の動作には実はならないっていうことなので、まずやめなきゃいけないことは何かって言ったら、自分でこうやって倒したりしてる練習をしてる方がもしいるとしたら、まず直ちにやめた方がいいよっていうのが僕からのまずはアドバイスになりますね。で、この倒れたものを引っ張って戻すためには何が必要か。で、今こう引く力、重心管理というキーワードが出てきたんですけど、まず第一に覚えていただきたいのが、これが重心管理になります。で、この重心管理っていうのは結構、難しく聞こえるんですけど、そんなにめちゃくちゃ難しいわけでもないので、で、どうしてもここはゴルフスイングを、シャローイングじゃなくてゴルフスイングを作るっていう意味でも絶対に必要なポイントになるので、
ちょっとこの辺をちょっと詳しく説明させていただきます。でまずこうゴルフクラブを、まあ、当然こうシャローイングでこうクラブを戻すために引く力が必要だっていう話になってくると、当然ゴルフクラブって自分で持ち上げてしまった時点で実はこう引き戻す力ってほぼ使えないんですね。引き上げるっていう力が結構必要になってくるんですよ。で簡単にいくと、引き上げて引き戻しちゃえばゴルフクラブって勝手にちょっと倒れて勝手に戻ろうとしてくれるんですよ。でここを逆らって違うことをやってしまうと全くはちゃめちゃなことになってしまって当たらないとか、まあ、ひどいことになってしまうので、まずはこの引き上げて引き戻すっていう一連のこの動作っていうことが結果シャローイングにつながってるっていうことを理解してください。まあ、このゴルフクラブ自体を引き上げようと思った時点で、まずこの先端部分を自分で持ち上げようっていう時点でこれも違いますね。でこうやって持ち上げてしまったものは引っ張れないです。持ち上げたものは自分で下ろしますね。もうこうやってやってると、もう基本的には、まあ、エネルギーが、まあ、生まれないとは言わないですけど、まあ、基本的にはですね、この物体は引いて使うことで安定もしてくれるので、まあ、基本的には複雑なことになりやすいよということです。でこの引っ張るっていうエネルギーって、まあ、基本的にはこういう感じなんですけど、イメージとしては大げさにいくと、まあ、こういう感じでこういう感じ、つまりこう先端部分が常に持ち手に対してはちょっと遅れるような動きっていうのが、まあ、基本的には引っ張ってる、ゴルフクラブを引いてる動作になってきます。でこの引く力でテイクバックをもちろん上げていくことで、下ろす時も引くっていうエネルギーが使いやすくなるんですけど、ただ大事なのはですね、この引き上げようとした時に発生する、まあ、自分では抗えない力っていったところが実は二方向働きますと。でこれを理解しないと、まあ、実はいい重心管理にならないっていうことで結果シャローイングにつながらないんです。でこの二方向っていうのは何かっていうと、この引く力を使うと、まず一つは当然今言ったようなこうクラブが遅れようとする動きですね。手元に対しては遅れようとする動きで、あともう一つは何かっていうと引いていくわけですね。引いていくわけなので、ゴルフクラブが自分側にこう寄ろうとする動きですね。この二方向のエネルギーが、基本的には自分ではやってないつもりでも働いてしまいます。でこの重心管理っていうものをまず考えるとですね、実はこの二方向のエネルギーに対して実は相殺をするエネルギーを加えないといけないんです。まずこういうエネルギーですね。このエネルギーに対しては相殺するエネルギーってこういう方向です。いわゆるこうヒンジだったりっていう形になるんですけど、まあ、こう手首をこうやってこっち側に折るような動作ですね。でこのエネルギーは基本的にほとんどの方が使えてる方が多いんですけど、もう一つのこの寄る方向ですね、こっち側のエネルギーなんですけど、こっちに対してはエネルギーを加える方向ってこっちなんですけど、こっち側のエネルギーを使えてる方がほとんどいらっしゃらない、まあ使えてない方が多いかなと、まあ、これがまあ僕の、まあ、これ個人的な見解ではあるんですけど、まあ、レッスンをするシーンでは結構多く見られるっていうことで、ちょっとこれを、まあ、要は修正していくというか、まあ、そういう意味で少しこういうグリップエンドを下げるような、押し下げるような動きを使うと、この方向に対してのこのエネルギーって使いやすいですよっていうことで、実はこう紙面でもちょっとこういうテコ的なこの動作をちょっとご説明させていただいたんですね。で結局この二方向のエネルギーを相殺することによってゴルフクラブってどう動くかっていうと、基本的にテイクバックの途中の段階で、まあ、垂直とは言わないですけど、まあ非常にこうバランスが取れたようなこういう状態が一瞬出来上がるんですけど、まあこの状態って実はゴルフクラブって非常に自由度が高い状態なんですね。でこの状態から切り返したらクラブって絶対倒れるんですよ。でこの倒れるっていうのも、まあこれも条件があるんですけど、引ってくると、引っ張ってくると倒れます。でこの引いて、この重心管理ができている状態で、まあ、うまく引っ張ってこれることによって実はゴルフクラブって勝手に倒れてくれるし、でこの倒れたものをなんか自分で足をこうしようじゃなくて、そのままこの円運動に対してそのまま円の中心方向に引っ張ってきてやると、クラブって勝手に戻って、で
当然ですけど、その戻る力でボールが当たればエネルギーが増幅されてちょっと距離に期待できるよっていう話になってきますので、まずは引き上げて引き戻す、それに対して発生するこっちとかこっちのエネルギーにちゃんと相殺のエネルギーが加えられていること、この2つの条件が合えばですね、誰でもクラブって倒れてでパーンって戻すっていう動きっていうのは必ず身につけることはできます。なのでまず絶対的に覚えていただきたいのが、基本的にはこの引き上げようとした時に働くエネルギーに対して自分がどっちのエネルギーが足りないかっていうことをちゃんと理解しておかないと、なかなかここの重心管理っていったこういう状態っていうのはなかなか作れません。で、例えばこの状態でこういう状態ですね、この状態はクラブはもうこっちに落ちようとしているので、この状態でバランス取ろうと思ったら当然こうやって動きますし、でこう来るとクラブって絶対こうやって入ってきますね。で、この状態からこっちに対してもこれもバランスは取れてないってなると、ここからはどうバランス取るかって言ったらこうやってバランス取りに行くっていう。なので基本的にはゴルフクラブがこうやって一瞬こう無重力じゃないけども、こういう無重力っぽいような状態で自由度が高い状態を作るためには、この最初のスタートの正しい方向に相殺を加える必要が、まあ、ほとんどの方があるので、まあ、ちょっとこう自分の動画を撮りながらですね、まあ、基本的に足りない方向のエネルギーを加えることによってキックラブがこう自然と倒れてくれるっていう、でなおかつこうクラブは自然と戻ってくれるっていったところにたどり着ける可能性は非常に高いので、まあ、取り組まれる方はですね、ちょっとそのあたりちゃんとしっかりやっていただければなと、理解いただければなと思います。